北九州市立 A の丸中学校は、福岡県北九州市八幡西区 A の丸にある、公立中学校。2018年から2019年の2年間で、校舎の改装工事が行われた。通称 A 中。福岡県の県道281号線沿いに位置する中学校である。グラウンドの下に、水道館本館が通っている。現在は、 新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、給食時間はカードを用いながら黙食を行っている。また、食事が行える感謝の気持ちを込めて残食を実質例にする残食例活動も実施している。市の中学校完全給食の方針により、平成22年度より給食が開始された。実施方式としては、親子方式をとっており、 A の丸中学校の親となる小学校は長県丸小学校と A の丸西小学校である。月に一度から二度ほど各担当校の栄養士が給食訪問を行っている。各学級より男女一名ずつ選出される。またそれ以外の生徒は教科係、教室内の係に属することとなる。生徒会執行部は委員にはなれない。 第2学年から9名、第1学年から8名選出される。選出された計17名は、選出された年度の後期と、翌年度の前期に活動を行う。執行部員各委員長、副委員長は1名ずつ選出。ありがとうございます。